張気味、顔がやや引きつってるんではないかと思われるぐらいの感じもございました。一方アルゲルの方も計量の時から非常に日頃と同じような平静な表情をしております。さあ間もなく第一ラウンドのゴングを聞くところでございます。第一ラウンド試合開始です。身長は 174.3 センチというアルゲリョ、一方身長163.3 センチという小柄な小林です。アルゲリョの左が要注意です。あのジャブが怖いですね、はい、あれをどう避けるかというのが課題だと思いますけど、この右も要注意です。西条さん、あの右の上から突き下ろしてくるようなストレートも怖いですよね。そうですね、もう左右両方ともパンチありますから、はい、今の左がカウンター気味になります。この辺も小林は要注意。いいボディーブローが入りました。小林西条さん、ウィーポンとはやはり、はい、アルゲルの場合は顎でしょうかね。顎結構弱いと思いますけど、はい、結構あの左が結構落ちるんですね、アッパーの入る踏み込むとき。なるほど、だからそこをちょっとあの僕はあの3回見てますからね、も、はい、結構左が結構落ちるんですね。今のところ割合にロイヤルは右で相手の左を避けている感じがあります。先週の金曜日に日本のファンにもおなじみのハワイのトレーナースタンレー伊藤さんがやってまいりまして、今日も試合前に上体をこういう低いローダッキングで相手のパンチを避けて中へ入れというアドバイスをしております。それからまた相手の手の上からでもいいから打て、手をうんと打つことによって相手の腕が疲労してパンチが鈍くなるんだというアドバイスも与えております。このジャブはうるさい。しかもアッパーもあります。左右のアッパーが今出ます。西条さん、この距離はいかがですか。距離もう少し小林に入ってもらいたいですね。もうちょっと入りたいですね。左の服引っ掛けた。おっと素晴らしいワンツー。ちょっとこれ危ない。小林もう少し中に入りたいところです。ちょっと歩けるペースですか。この左の服、小林もいい服を返します。いいボディ服が入りました。歩けも第一ラウンドからかなり積極的。いいボディーブローが立ったところにあった。まだプロでは18戦というキャリアしかありません。危ない。守りも硬いですね。あるけど、なんとかロープに追い詰めたいという小林です。今のところ鼻血、出血は止まっている感じもあります。さあこれが危ない。逆に飛び込んだ。このラウンドはまだ本当にいい小林の感じが出ていません。あっと危ない。ワンツー、右のストレート、小林の足が止まっています。左のフック、ボディーブロー、しかし一発です。小林少し口が開きました。どうですか西条さん、まあ、あのもう少し蹴るもあれですね、離れるんだったらもう徹底的に離れたんですね。離れてね、はい、まあ、郡司さん、このラウンドもしこういう形で見るんならばやはりもう少し足を使って離れるべきでしょうね。危険を避けて寝るんですね。このアッパーは非常に左から右から両方から出ます。左のボ
リーブローアッパーを突き上げます。小林のあのパンチもかなり倒してるね。一発で終わってしまいました小林です。3ラウンドに入ります。小林は中学陸上の短距離選手、高校は剣道空手、自衛隊に体育学校に入りましてボクシングを始め、そしてミュンヘンオリンピックに出場、そして残るはプロに入って世界チャンピオンというのがこの小林の夢。今度は小林がラッシュする。しかし左のアッパーが怖い。ニュートラルコーナーに詰めました。また頭から飛び込んだ。今晩のレフェリーはパテラさんです。はい、勝負をかけてきましたね。勝負をかけましたね。待っていたんではあの左を食ってしまいます。打つだけの余裕がありませんね。あー、なるほど。今西条さん、はい、小林の気持ちとしては何があるでしょうね。いや、気持ちとはやっぱりもういいパンチを与えることじゃないですか。とにかく当てたいという、当てたいということですね。それにしてもやはりリーチで18センチという差は非常に大きく響いている感じもあります。身長で11センチ。小林目を切りましたか。右の、あー、そうでしょう、右の口が赤いように返り血か、それとも切ったか。あー、切りましたね。切りたいですね。右の目尻を切りました。左のフック、右は空振り。こういう攻撃をもっと欲しい。目も少し腫れてきました。小林です。やはりアルゲルの左、これが非常に有効に顔に当たっているようです。鼻血は今のところ止まっています。西条さん、アルゲルの左というのは、はい、まあ、左は結構威力あると思いますよ。よく伸びるけれどもスピードはそんなない。あっと右のアッパー、これは危ない。やっぱりこの小林君は左を食わないことですね。そうですね、はい、左の後には必ず右が来る。左の服、この辺りは全く無理をしないアルゲロのペースになっています。あっと左食いますね。左を食いますね。小林のボディブローがまともに当たると左アッパーが当たるというんですね、はい、そうですね。それが面白いんですけど、なかなかまともに当たらないんですね。いいですね、今のああいう小林の右、左も当たった。さあチャンスだが、もう一回右、あっと危ない。右のストレート、左から右と非常に速いワンツーが来ます。コメントかけた時も小林くん の右が欲しいですね。あ、なるほどね、ちょっとあの辺が少し消極的になってんでしょうかね。あですね、ちょっとあれですね。そういえば昭和39年の1月4日、場所も同じこの蔵前国技館で、現在この小林を育てました高橋義則会長がエディーパーキンスと戦って、やはり左に悩まされて左に負けたというのがグニさんありましたね。13ラウンドまでね、だいぶやられましたですよ、はい、やはり世界は左は世界を制すという言葉がこのボクシング界にありますが、この左の重要性がこの試合でも非常によく出ております。一般的に見てね、小林君はスロースターターって言われてますからね、はい、この辺からちょっとやってみてほしい。9回までどの回でも倒してますからね。そうですね、パンチ力は確かにあると思う。はい、ロイヤルの右目が腫れてきました。中途半端なパーリングでは危ないというこの左のジャブ、ストレート。小林の左が少しこのラウンド出始めました。西条さん、どうなんでしょう、これは小林君の気持ちの硬さがまだあるんでしょうか。ちょっと硬いみたいですね。まだ硬いです、はい、なんつっても予想が違ってましたからね、本人はむしろ悪い予想をたくさん書いてくれた新聞記者に投資を発表するということでお礼を言いたいと言っておりましたが、渡るゲロの右が当たった、ガクッときました。まだ
バレスからタイトルを取った時も最初のダウンはこの左のショートフック、非常にこのアルゲロの左はもともと左膝の腱に強い。小林がしきりにセコンド陣に言っていたことは、私のこのガードが下がったらすぐ注意を与えてくれということを再三頼んでおりました。左右の服ですがちょっと力が足りません。右のストレートも強い。すぐ続きますね、右のストレートも。ワンツーで、ちょっと左が下がりますよ、ね、小林さん、はい。を見せました。これが小林のボクシングですね、姿ですね。西条さん、ああいうことが一回出ると、はい、ちょっと気持ちが楽になるでしょう。そうですね、やっぱり打っていけば相手も下がりますからね、さあ小林が猛烈に攻めていく。これで気持ちが切れれば小林はラッシュします。オリンピックで背の高い外人選手とも当たっているので、外人あるいはまた背の高い選手別にどうとも思いませんと言っておりました。小林低い姿勢から入っていきます。必要な左の筒のボディ攻撃、これはなかなかいいですね。あれでるよ、いやいや正直極的になったんじゃないですか。おそらくパンチ力では小林、そして連打ではアルゲロというのがこの試合前の予想でした。ますます右の目が腫れてきます小林です。まだしかし西条さん大丈夫でしょうか。まだ大丈夫だと思いますよ。まだ大丈夫ですか、はい、左のジャブが伸びてきます。もう少しやはりここで攻めたいところです。小林うまく戦っています。しかしやはり小林といえどもこの辺は無理をしません。ああいうパンチが当たると不思議なもんで、アルゲルの左が当たらなくなるんですね。ベンジさん、不思議ですね。この辺はやはり相手があるというこのスポーツの面白さ。相手によって全く変わることがありますね。左よく伸びます。アルゲルがまた左を対応した。あっと右が当たった。危ない。高めたのは。